るお寿司。今日はお父さんの給料日、月に一度の回るお寿司の日。僕たちは店の前で輪になった。気合入れてくぞ。おう。お父さんの檄が飛んだ。僕たちは店になだれ込んだ。そして席に着いた。慌てるなよ、落ち着いていけよ。お父さんのいつもの指示が出た。お母さんがお茶を入れた。いきなり手を出しちゃダメよ。第一順はね、見送るのよ。お母さんが静かに言った。僕と妹は生唾を飲み込んだ。お父さんが肘に手をやった。青いお皿から狙っていけのサインだ。来た。僕はタコを取った。妹は卵だ。お母さんはいつものイカだ。お父さんはなんとカニマヨから入った。奥が深い。僕たちは青いお皿のお寿司を食べながらも、回るお寿司から決して目を離さない。もちろんお父さんのサインを見落としてはならない。お、今度はお父さんが鼻に手をやった。黒いお皿いってもいいぞのサインだ。僕は鯛を取った。妹はイクラを取った。お母さんは甘エビだ。お父さんはなんと北海三種盛りだ。ここでお母さんが財布から赤だしサービス券を取り出してお姉さんに渡した。お父さんがガリをつまんだ。ちょっと休めのサインだ。いろいろを食べ進んでとうとうお父さんが言った。いいか、ここからクライマックスに持っていくぞ。それぞれ皿の色は自由だ。はい、クリエイティブしろよ。はい、炎上してるか。はい、クリスタルでいけよ。おう。お父さんがとうとう取った。下駄を履いているお皿だ。おトロだ。お前たちもな、取っていいぞ。お父さんが言った。僕は恐る恐る下駄を履いたウニのお皿に手を伸ばした。さあ、そろそろフィニッシュに持っていくわよ。お母さんが言った。一番難しいところだぞ。思い切ってな、悔いのないようにな。お父さんが言った。お父さんは鉄火巻きを取った。お母さんは穴子を取った。妹はもう一度卵を取った。僕は迷いに迷った末にハマチを取った。と、そこにサーモンが流れてきた。しまった、サーモンだ。その時お父さんの手が伸びた。サーモンを取って僕に渡してくれた。お父さん、いいの？お父さんは黙って目を閉じてぐいっとお茶を飲んだ。今日はこれでおしまいのサインだ。お父さん、ごちそうさま。来月もまた来るぞ。おう。マルキンで読んだ時に、なんかマルキンの父ちゃんが泣いたんやけど、どこで何とこあったでって聞いたんやけど、だって面白すぎて泣いたんかなと思ったんよ。ほらで、で泣くってな、やっぱあの初めてないけどな、あのあれは大体面白い読まるんやけど、ほらけどここのやっぱこのサーモンを何か言ってくれたっていうところが、こっち感なんか感動したんやって。
サーモンを取ってくれたと、もう親子愛というかな。で、なんかここに涙をしたらしいわ。ああと思って、なあ、なんかいろいろ。あるんじゃ。そうなの、びっくりした、もう。では、続きまして、またまた長谷川義文さんの同じ。じゃがいもポテト君です。なんか食べ物ばっかりなんだな、私。じゃがいもポテト君、僕はじゃがいものジャームスです。家族親戚みんなで北の国からこの八百屋さんへとやってきました。ところがです、土曜日の朝、父さんのジャックは山田さんの奥さんに買われていってしまいました。父さん、さよなら。ジャームス、元気でな。悲しい話です。そして土曜日の夕方、母さんのジャサリンは吉田さんの奥さんに買われていってしまいました。母さん、さよなら。ジャームス、元気でね。悲しい話です。そして日曜日の朝、今度は妹のイモーグが田中さんの奥さんに買われていってしまいました。イモーグ、負けるなよ。お兄ちゃん、さよなら。悲しい話です。そしてとうとう僕も日曜日の午後、青木さんの奥さんに買われてこの家へやってきました。父さん、母さん、一体どうしていることでしょう。家族バラバラ。母さん、会いたいよ。悲しい話です。そして月曜日のお昼、ここはどこかの幼稚園。先生が言いました。皆さん、お弁当の時間ですよ。みんながお弁当の蓋を開けると、じゃ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 ーん、嘘じゃないか。父さんじゃありませんか。お前コロッケになったのか。父さんはな、ポテトフライになったんだぞ。その声はジャームスね。母さんじゃありませんか。母さんはちょっとしっとりポテトサラダになったのよ。あ、そこにいるのは妹じゃないか。お兄ちゃん、また会えたのね。あ、いとこのジャイソン君にジャガリのおばさんもいるじゃありませんか。みんなジャガイモが大好きなんですね。おしまい。